ワッツアップ宇宙、どうも、ソーシャメジックです。はい、ということで本日はですね、以前ガッツスポーツさんからいただいたスニーカーの中から紹介したいなと思うんですが、今日はですね、サクッとではあるんですが、そのうちの2足を紹介したいなと思います。で、今回紹介する2足なんですが、マジで開けてみた時にですね、何これって感じたモデルで、まあ、その後調べてみたんですけども、結局わからないままの2足です。ということで、まず1足目はこちら。箱はですね、90年代に使用されていた大きい数種が特徴の箱ということで、その肝心の中身がこちら、ナイキエアテラグランデでございます。はい、ということで本日まず1足目に紹介するスニーカーはこちらの1足で、多分ご覧いただいている皆様はですね、多くの方が何これって思っている方が多いかもしれないんですが、まあ、僕も同じように何これってなってます。で、とりあえずですね、まあ、毎度のごとくではあるんですが、このモデルについてもですね、まあ、詳しい情報はありません。で、僕が持ってるですね、古い雑誌とかにも全く載ってなくて、で、タグであったりとかで分かる情報についてなんですが、まず製造はですね、1999年、スタイルコードからインラインで発売されたランニングカテゴリーのモデルということが分かります。で、デザイン的にかっこいいかと言われると、めちゃくちゃかっこええなっていうようなタイプのモデルではないと思うんですが、今発売されているモデルで言えばですね、エアテラフマラと通ずるところがあるのかなと、まあ、とにかくね、絶妙なダサさを感じる一足ではあるんですが、まあ、個人的にはですね、このヒールのナイキロゴがですね、ここが結構クラシック感を感じるので、ここはいいなと思いました。で、アッパーのデザインなんですけども、どことなくですね、ACG 系統のモデルと、あとエアマックス系統のモデルが組み合わさったようなデザインかなと感じます。で、ネットでね、調べているとちょこちょこ画像が出てきたんですが、綺麗な状態だとですね、まだちょっとありなんじゃないかなと感じます。で、上から見た感じなんですけども、エアマックス95とマップラが組み合わさったような感じかなとも思いました。はい、ということで早速いろいろ見ていきましょう。ということでいかがだったでしょうか。で、ちなみにですね、これもなんですが、同じカラーでサイズ違いで26cm、27cm、27.5cm と3足ありました。で、これもですね、3足とも加水分解していて、一番状態がいいものでもミッドソールにひびが入ってたり、エアが割れてたりするので、まあ、これを履いて歩くっていうことはできないんですが、一応参考程度にですね、足を通してみたので、まあ、参考ぐらいにしていただければなと思います。
で、いろいろ調べてるとですね、この箱の次の箱ですね、これになるんですけども、この箱でもあったりしたので、もしかすると99年から2000年代初期ですね、ぐらいまでは発売されてたのかもしれないですね。ということで次の2足目なんですが、これもですね、同じように何これっていうモデルです。というので箱がこちら。まあ、2000年代初期に使われていた箱ですね。ということで本日2足目に紹介するスニーカーはこちら。ナイキエアーラゴンでございます。もう本当にね、連チャンで申し訳ないなというのがあるんですが、もう本当にこれもね、知らないです。で、ありがたいことにね、その当時のお店のポップまで入れてくれてるんですけども、ここにですね、デザイン対象シューズと書いてるんですよ。デザイン対象ですか？カラーによりますかね。アッパー全体をメッシュを中心に構築。ミッドソールには空気圧を表す 25PSI の文字。ヒールにはリフレクティブ素材を使用し、その上にエアーの文字を刺繍。で、スタイルコードからなんですが、もし見方が変わっていればね、違うんですが、同じであればですね、インラインから出てきたランニングカテゴリーのモデルです。もうね、正直それぐらいしかわからないです。ということで早速いろいろ見ていきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。で、これもですね、もう加水分解仕掛けですね。あのミッドソールに結構ひびが入っているので、まあ、これを履いて歩いたりっていうのはこれもできないんですけども、一応念のため参考までに足を通してみました。これはね、もう個人的な好みかもしれないんですが、まあ、このカラーとデザインっていうのが個人的にはハマってないなっていうので、他に何かいいカラーリングないかなっていうのでいろいろ調べてたらですね、ちょこちょこいいなと感じるカラーリングがありました。で、やっぱりこの辺の年代のモデルってカラーリングによってだいぶそのモデルの印象が変わりますね。で、ご覧いただいている皆様で、もしこの2足ですね、まあ、ちょっとでも知ってるよっていう方がいらっしゃればですね、もうどんなことでも構わないので、あのコメント欄に書き込んでいただければなと思います。はい、ということで本日はニューキックスナイキエアテラグランデとエアラゴンでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、動画の最後に出てくる右下の画像をクリックするか、動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。で、ここ最近ですね、まあ、デッドストックを漁ってて思うのが、まあ、特にね、今日触った紹介したこの2足なんですけども、多分ね、復刻してないモデルで知らないモデルっていうのはもう山ほどあるんだなっていうのを感じますよね。ただまあ復刻されてないモデルがそのあんまり良くないかって言われるとそうではなくて、復刻してなくてもね、かっこいいなと感じるデザインのモデルっていうのは結構多くあるんですよね。まあ、そういうのをね、あの求めて漁っていくともう止まんないですね。まあ、特にね、ここ最近でおって思ったのがあのエアグラッチとかなんですが、ああいうのが出てきたりするとね、たまんないです。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later. バイバイ。